カウカウさんとジャルジャルさんです。どうぞ。今日大阪京橋で開かれたのは芸人が登場したお笑いライブでも、いつもとちょっと様子が違います。当たり前当たり前当たり前なかったですけど、友達と思ってた人いつの間にか好きカウカウヨシさんの隣にいるはずの多田さんが液晶モニターの中にいて、時間差もなくまるでその場にいるかのように掛け合いをしています。実はこれアイオンと呼ばれる最先端の通信技術を使ったリモート漫才の試みなのです。アイオンとは NTT が開発を進める光回線を使った次世代のネットワーク構想。通信容量は従来の125倍、映像音声の遅れも200分の1に抑えるという革新的な技術です。これを可能にするのが次世代の通信規格 6G、 現在の 5G の機能をさらに進化させ、超低消費電力であらゆる場所からの膨大なデータを瞬時に処理することができます。海外にいてても遅れはないんですか？うん、これ現状もう海外もこのスピードでできるんですよね。はい、そうなんですか？で、今日のライブ会場で使われたのもアイオンの技術。別の劇場にいるジャルジャルの後藤さんとの掛け合いでも、ほらやる国名は結構。どうやんのよ。やったら分かる、めっちゃおもろいから。国名を分けっこする、それだけのこと。国名を分けっこする。そうやったら分かる。分けっこ。うん、いくでアメリカ、イギリス、チュー、ゴク、ドイツ、モン、ゴル、カン、コク、ニ、ポン。そう。タイミングが要となるおなじみのネタもタイムラグもなく自然な掛け合いが実現しました。この一切のズレがなくびっくりしました。間がバッチリで、やっぱもうお笑いっていうのは間が命ですから、もう内容云々じゃなくて間が合ってたらウケるんで。そんなことないわ。観客はどう感じたのでしょうか？グダグダになったり、その笑える感じなんかなっていう不安もあったんですけど、違和感は全くなかったです。アイオンを使った 6G は私たちの生活をどのように豊かにしてくれるのでしょうか。この間まで 5G 言ってたのね。そうなんですよ、はい、モバイル通信10年ごとに進化しています、はい、まず1980年代 1G の時は通話のみでしたけれども、その後 2G でメールなどインターネットなどできるようになりました。で 3G で 2G が高速化し、 4G では動画も見られるようになり、でつい最近ですね 5G で 4K 動画、綺麗な映像が見られるようになり、で2030年にも6G が誕生するということなんですね。結局何ができるようになるのかですが、こちらです。はい、超高速大容量通信ということで、遅延がほぼない状態で高度な遠隔手術もできるようになります。そしてもう一つ、動きのシンクロとありますけれども、 NTT ドコモが将来的にこんなことを考えているようなんです。映像をご覧ください。もしもピアノを弾きこなせたら、そんな夢を誰もが叶えられるようになるんです。 6G の時代へ向けてドコモは動きをシンクロさせる技術を開発中。あ、指が勝手に動く。スキルをアプリみたいにダウンロードできる時代にしたいんです。新しい常識が始まる予感。あなたと世界を変えていく、ドコモ。これデータの受け手も送り手も専用の機器を取り付けないといけないんですけれども、今みたいにピアニストのあの手の動きがそのままほぼ遅延ない状態で反映される、綾瀬さんの方に同じように電気信号を送られて、ピアニストになれるわけです。動かせるわけなんですよ。今はまだね、あのデモ映像ですから、これはあくまでもイメージということであの動きをされてるんですけど、実際はプロの動きが完コピで手に反映される。10年後さらにその先の話ですが、ありそうだということ。はい、もう一つ、さらに触覚のシンクロ、こちらは、はい、触覚を遠隔でリアルタイム共有できるということなんですけど、こちらの絵にもあるように、例えばテレビショッピングとかネット通販などで、こう触り心地などを言葉で伝えるんですけど、
なかなか言葉だとね共有できてるか分かんないですけれども、その画面の方が触ったそのものの感覚とかも全部見てる人、はい、専門家の見解最後に見ましょう。こちらです、はい、IT ジャーナリストの石川さんが見る 6G の未来。正直 5G の普及もまだ途上で、どの企業も 6G の使い方に悩んでいると。ただこの 6G が普及することで遅延などのストレスがなくなることで、メタバースやリモート勤務がさらに広まってくるのではないかと見ているようです。ということですよね、もうだから将来はメタバースの中でみんなが違和感なく仕事をし合うみたいな、ストレスないですよね。ねえ、掛け合いもなかなか入って、今のリモート技術だとね入りにくいところもあります。そうですよね、ちょっとずれるもんね、そんな未来が10年後さらにその先の話ですよ、あるかもしれないという 6G についてお伝えしました。